今あの塩ですね、はい、塩を 200g 取ると、うん、成人男性の方はこれ致死量っていうんですが半分の方は亡くなります 200g の塩、はい、ところがプルトニウム239の経口致死量飲み込んだ場合致死量ですね、これは 32g です、はい、ですから毒性というのはつまり飲み込んだ場合はですね、うん、塩とそんな大差ないんです。それから肺に飲み込んだ場合の致死量は約 10mg、うん、これはあのだいたい青酸カリちょっとこう、まあ、怖い物質になってしまいますけど、うん、そのくらい の毒性です、うん、で むしろあの食中毒の骨密菌とかですね そういったあの毒素の方がはるかにあの危険性が高い。それからダイオキシンもありますけども、そういったものはさらに危険ですね、ですからそのプルトニウムを粉末にしてわざわざその飲み込まなければ肺に入れなければですね、まあ、そんな人間誰もいないですね、それであと紙一枚で止まる物質ですから、それはそれでちゃんと、まあ、プルトニウムを使った燃料を作るところはしっかりしたそういう施設で作ってますので、うん、それは大丈夫です。例えばですね、まあ、皮膚につくと吸収されない、はい、まあ、食べ物からも入ることがあるんですね。ただこの場合にはほとんど、まあ、尿や便の中に出ていく。問題はですね、はい、吸い込むということなんですね。これが、まあ、肺がんの危険を非常に高めると言われています。一般市民私たちの生活にはどんな影響があるんでしょうか。はい、あのこれはありません。ない、はい、あのまずですね、この物質は非常に重いんですね。ですからあの要素のようにこう飛散していくことがありません、うん、ですから、まあ、作業者の方には影響があるかもしれないんですね。ですから本当にお気をつけていただきたいんですが、はい、まあ、皆さんあのご心配と思いますけれども、うん、例えばですね、はい、私が生まれた50年前、はい、プルトリウムの量は今の1000倍だったんですよ。ほう、それはなぜですか。これはあの、原水爆の核実験。あ、ですから今はですね多少増えたとは言っても実はまあかなり減ってるんですね。ですので、まあ、基本的には心配はありません、はい、ただ、まあ、例えばあの排水などを通してですね、うん、海に流れ込む、これ一旦出ますと、はい、何せ、もうほとんど減らないですね、はい、半分の威力になるまで2万4000年かかるということですね、はい、ですから、まあ、非常に、まあ、そういう点では問題なんですが、はい、まあ、繰り返しですけれども、はい、その一般住民の方にですね、うん、影響が出るということは基本的にはない、はいはい、ですからご安心いただいて、うん、あのいいと思います、はい、もう一度確認しますが、はい、皮膚についても、大丈夫、吸収されません。食べ物はほとんどが尿などで排出されます。吸い込んだ場合に肺がんのリスクがあるが非常に重いので大丈夫ということです。大橋さんどうぞ。はい、2つの点を指摘したいと思うんですけれども、もう事故の時どうなるかっていうのは想定したシナリオに全部依存します。それ全部壊れて全部出てその全部がその環境に放出されるとなればどんな結果でも出せます。でもそれは大隕石が落ちてきたらどうなるかと そういう起きもしない確率についてやっているわけですね。あの皆さんは原子炉で事故が起きたら大変だと思っているかもしれませんけど、専門家になればなるほどそんな核兵器が壊れるなんて思えないんですね。どういう現象で何がなったらどうなるんだと。いやそれは反対派の方はいや分からないでしょうと、水蒸気爆発が起こるわけがないと、まあ、専門家みんな言ってますし僕もそう思うんですけれども、じゃあなんで起きないといけるんだと、そんな理屈になっていっちゃうわけです。ですから今安全審査でやっているのは技術的に考えられる限りですね、ここがこうなってこうなってここが壊れてこうプルトニウムがこう出てきてここで止められてそれでもなおかつという過程を設けた上で、さらにそれよりも過大な放射能が放出された場合の前提を置いて計算をしているわけです。ここが一番難しいところですけれども、我々はそういうのはよくわかります。被害範囲を想定するためにこういうことが起きると想定をして解析をするわけです。ところが一般の方はどうしてもいやそういうことがじゃあ起きるんだと、また反対の方がほら見ろそういうことが起きるからそういう想定をするんだというふうに逆方向に取られるから、おそらく議論が噛み合わないんだと思います。もう一つはプルトニウムの毒性です。プルトニウムの毒性というのは非常に誇張されて捉えられています。そのプルトニウムの健康被害を扱う専門家の方は社会的毒性というふうに呼んでいます。実際には何も怖いことはありません。仮に大げさな話をしてプルトニウムをテロリストが取っていって貯水池に投げ込んだと、そこから水道が供給されていると、じゃあ何万人が死ぬかというとそんなことはありません。
人も死なないというふうに言われています。本当には水にも溶けませんし、仮に体内に水として飲んで入ってもすぐに排出されてしまいますから、その小出さんが言っているようなことが起きるのは全く仮想的にプルトニウムの粒々を一個一個取り出して皆さんの肺を切開手術して、肺の奥深くのもう出てこないところに一つずつ埋め込んでいったらそれぐらい死にますよという、全く起きもしないような仮想について言ってるわけですね。ですからそんなことをやっていったら、それは皆さん自動車にも乗れないし電車にも乗れない、それは何が起こるかわからないですよという話と全く同じです。はい、それぐらいでよろしいです。今悪者たちが僕を貯水池に投げ込んだとしてみましょう。僕は水に溶けにくいばかりか、胃や腸からはほとんど吸収されず体の外に出てしまいますので、実際に人を殺すようなことはできません。でも悪者は小さなことを種に大きな嘘をついて脅かすことがよくあるのです。